はい、到着です。こちらのねホテルパークウェイさんですね。パークシリーズですね。この後ろに見えているね、雲かかっているところが硫黄山なのかな、ね、おお、パークウェイ。いやなんか可愛らしいいい感じのホテルですね。あの天然温泉もねすごい充実しているというところでらしいですので楽しみ。あとねなんかねマシューダイ、あれマシューなんとかっていうお魚がねすごい有名で、ご飯も美味しいって書いてありましたよ。結構車もいっぱい止まってるから混んでるのかもしれないですね。はい、じゃあパークウェイさんに行ってみたいと思いますと思ったらですね、入り口はこちらではないということで、あ、こっちなんだ。へえ、こっちが入り口になってるみたいです。すごいな、倉敷とかから来てる。福島、おお、本州から来てるんですね。帯広、あ、東京もありますね。すごいすごい。はい、こっちが一応入り口っぽいので、はい、入ります。はい、ではホテルパークウェイさんのあのね素晴らしい露天風呂を紹介したいと思います。簡単にね、こちらが建物の一番あの正面玄関から反対側というか裏の方に来てるんですね。でこのね扉からこちら側にですね左折をしまして石畳を歩きます。結構広いんですよね。奥まったところにあります。ちなみにこのここねこう見るとこれホテル全景なんですよね。であっちの方にあのね入り口があるんですけども、一番ねこう中の廊下を奥まで来て、でこちらのね通路を通っていきます。今ねあの誰も利用していないということで撮影させていただきました。これねすごいんですよね。こんな趣もありまして、ちょっとした公園とか庭園みたいな感じになっています。はい、で看板がありまして、ここはですね、まあ、半混浴みたいな形になってまして、ちょっともう見えてますが奥にお風呂があります。そして脱衣所が男性と女性、男性が左手この小屋ですね、で女性はこちらの小屋になります。まあ、きっと女性でここを利用する人ほとんどいないんでしょうね。でこちらが男性の脱衣所になっております。で、ね、こちらはね露天風呂専用でして、あの洗い場とかはないんですよね。なので洗い場はねもう一個、あの内風呂と露天風呂もう一つねそれぞれ男女別で分かれているところがちゃんとありますので、体はそちらで洗ってから大きな露天風呂ってことでこちらに来る形になります。じゃあねそれでは大露天風呂移しますよ。こっち男性入り口なんですけどね。はい、じゃーん、こんな感じです。これねもう入りましたけど最高でしたよ。お湯もねちょうどいいね、40から42度の間ぐらい、ちょっと熱めだけど全然 OK ですね。でこのね真ん中に大きい岩がありますよね。これが一応男女の境界になっていて、まあ、全然行けちゃうんですけど、あのねもし女性がいた場合もあまり見えないように、まあ、入ることができるという形になっています。はい、よいしょ。
ね、でここね、こっちが行くと、まあ、一応女性ゾーンという形になってますけども、もう完全にね一体になってますよね。で、私が入った時、まあ、これ当然どっち行ってもいいんですけども、まあ、空気読んでこっち側が男性女性みたいになってるんですけど、まあ、女性は多分ほとんどいないので、まあ、独り占めできてもう泳げちゃいます。で、こちら側が多分40度、39から40度ぐらいで若干ぬるいですね。多分源泉がこうね出てきてる量が違うのかもしれないですけども、こちら側は結構暑かったです。なので、まあ、女性がいなければね、男性の方お好みに応じてねこう入り分けはできるかなと思います。ね、これしかもね、まあ、朝の清掃時間を除いてずっと24時間入れる、まあ、24時間じゃないんですけど、夜中のね夜通し入れますので、こう、ね、非常にパークウェイさんの露天風呂素晴らしいと思いました。でね、当然ですが見上げますと、まあ夜になれば満天の星空が綺麗でしたね、非常に。でこれはね、もみじとかがたくさんありますので、紅葉の時期も素敵なのかもしれません。はい、宿泊客の他にもですね、立ち寄り湯といいますか日帰り温泉にも対応していて、大人500円で入れるんですよ。でその500円でこの露天風呂も入れますし、あと館内にあるもう一つの方のね、先ほど言ったもう一つの方のちゃんと洗い場もあるお風呂も、そちらにも露天風呂ありますので、2種類楽しめますので非常にお得かなと思います。はい、露天風呂のご紹介でした。